はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん、歯が欠けたことってありますか？まあ、突然で申し訳ないんですけども、中にはね、硬いものを食べて、欠けてしまったりとか、たまたま虫歯になってたところが欠けてしまったりとか、子供の頃にまだ乳歯やった頃とかね、1年生入るくらいまでかな、くらいの時にね、こけてしまって、前歯がね、折れてしまったこととかあったりとかね、といった感じで、今までの人生の中でね、一回ぐらいはあるかないかだと思いますけども、かけ続けたことってないですよね。はい。そうなんですよ。かけ続けたことなんてないと思うんですけども、あったとしたらね、普通に考えたらね、おかしな話なんですよ。いや、それがね、僕、またかけてしまったんですよ。正確に言うと、かけてしまってた部分を修復して、修復した部分がかけて、さらにまた修復して、さらにまたかけてしまったんです。だからね、初めてかけた時から数えたら、3回目なんですよ。これはもうびっくりしますよ、ほんまに。自分ね、ほんまにびっくりします。歯のね、表面じゃなくてね、側面なんですよ。こう歯があったら、この上がね、欠けたりするわけ、時があるじゃないですか。でもその側面なんですよね、側面。下唇をペロンとめくってね、お見せするようなこともないんで、特に見せることもないですけども、喋ったらね、しらっと見えると思うんで、好き勝手に確認してください。画面をね、こう、ピッて拡大したりとかしたらね、見えると思うんですけども、僕も意識してね、見せるつもりはないんで、いいんですけど、ほんでね、そこはね、本来はね、歯茎で隠れてるとこなんですよ。そこがね、どうもね、また欠けてしまったっていうとこなんですよ。ほんでね、虫歯の治療の詰め物が取れてしまったケースっていうのはよく聞くじゃないですか。よく聞くんですけども、欠けてしまったところを修復してもらって、そこが剥がれましたと。修復だけでも数えたら、2回剥がれてるんで、2回修復してるんですよ。先ほども言いましたけどね、その一番前のこの2本ですわね。そこがね、またね、剥がれてね、ほんまにその前歯の側面なんか一番見えるとこなんですよ。何回も言ってますけど。ね、歯磨きね、シャカシャカシャカですよね、ポロッとね。でもそれなりにね、硬い素材のやつをね、くっつけてもらったんですけど、ポロッとね。不思議なこともあるもんですよね。2回目ですけどね、そういうのもね。しかも両方ですよ。両方2本ともポロッと出て、で、先に取れたのは、この左側の前歯の側面で、しゃあないなと思ったんですけども、それから1週間経って、絹をポロッと取れて、また取れたわ、思ってね。2回目やからね、2回目が2回目かい ?2 本ともが2回目。2本ともが2回目なんですよ。それしゃあないんですけども、その材質はね、歯と同じようなジャンルなんですけどね。だから硬いやつなんですよ。取れたやつをね、指触るとほんまに歯となら変わらんやつなんですね。かけらをね、もっと歯がかけたんちゃうかと思ったら、いや違うなって鏡見たら、あ、ここかみたいな感じでね、確認するんですけども。歯となら変わらないもんなんですけども、機能的にも歯と同じ機能を発揮すると思うんですよ、こいつは。ないですけど、持ってないですけど、かけてるところにね、形をこう整えながらね、その粘土のようにね、こう、つけていって、ペタ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 つけていってですよ。で、仕上げに、紫外線でね、固めるという、こうまるでジェルネイルのようなね、工程を踏んで作られていくやつなんですよ。ジェルネイルしたことあるね、女性ならわかると思いますけども、そう考えたら、そのジェルネイルってね、めっちゃ硬いんですよね。カッチカチですやん、あれって。昔にですよ、ネイリストやってる友達に聞いたことあるんですけども、そのネイルをするためのベースになる、この自分の爪そのものの状態が良くないと、綺麗にネイルやアートができないとね、聞いたことがあるんですよ。その状態が良くないと持続性が悪かった
ったりとか、まあ、爪の病気にもね、なるから、まあ、それなりに、その爪、自分自身の爪をね、ケアは必要だとね、言ってましたね。まあ、これはね、ちなみにね、髪の毛も一緒なんですよ。その頭皮はもちろんなんですけども、あ、美容師やから髪の毛の話しますけど、髪の毛もね、一緒なんですよ。ね、まあ、先ほど言いましたが、頭皮ももちろんなんですけども、まあ、髪の毛の状態が良くないと、やっぱり、そのパーマもカラーも、すぐね、取れるんですよ。パーマがだれたりとか、色落ちがすごかったりね、早かったりとかするわけです。で、まあね、その美容師さんによってはですよ、そのどんな状態でもお客さんが望むように、パーマもカラーもできるのがね、美容師やろうと。お前にそのスキルがないだけや、ってね、言い訳ばっかすんな、ってね。実際に言われたこともあるんですけども、まあね、まあいろんな考え方がありますからね、その人はそれで成功したケースがあるんでしょう。今もそれちょっと置いときますけども、まあそのね、爪も髪の毛も歯も一緒だと思うんですけども、共通して言えることとしたら、そのまあ状態がね、良くないと、まあ、外側ばっかりコーティングしていくと、その、諸刃の剣というようにね、見かけ倒しになってしまうので、まあ、でもそう考えるとやっぱりね、歯もね、同じなんでしょうね。まあそもそものね、その歯のベースがね、良くないとですよ。まあ今回のようにですね、歯磨きシャカシャカシャカってするだけで、ポロってね、取れてしまうんでしょうね。というか虫歯が進行してるんでしょうかね。別に痛くもないし、しっかり歯も磨いてるから、削ってもらってからそれでこう、ペタペタってこう修復してもらってるので、虫歯は消えてるはずなんですけどもね。まあでも確かこうやったのは4週間前にこの部分は修復してもらったんですけども、まあ、約1ヶ月の持続力でしたね。まあね、今日は火曜日なんですけどね、まあ昨日は珍しく毎週通ってた、ね、その、まあ、昨日月曜日だから毎週通ってたその歯科口腔外科がね、なかったので、まあ、メンテナンスがね、追いついてないかったかもね、知らないですね。まあ、これね、でもね、ふとした時にね、この下唇がね、引っかかるんですよ、ほんまに。なんか、ペリって引っかかってしてるんですよね。気になるんですよ、すごい。もうね、地味に気になる感覚ってあるでしょう。あれがね、ずっと続いてます。誰にも分かれへんけど、自分がすごい気になってしまう、ちょっとイラッてするやつね。まあ、あれがほんまずっと続いてるんですよ。まあ、でもこれをね、なんとかしてもらうには、まあ、3週間後の普通の通院の時までね、待たないとね、いけません。まあ、あとちなみにね、まあ、ていうか別にちなんでないんですけども、その、ほんまのその治療のために行ってる、その奥歯、僕のね、奥歯の詰め物がね、全滅したかもしれません。全滅っていうのはその詰めてたものがあるんですよ。まあね、治療しに行くためにそれを詰め物を取ってまたその消毒したりとかまたちょっと削ってみたりとかっていう風にしてもらうための簡易的な詰め物が あったんですね。すごい粘土質の柔らかいやつなんです。もう全然ここに かけたところにこの修復した部分の材質とは全く違う、ほんまにもう練り消しか言うが柔らかいぐらい、練り消しは言い過ぎか、にちょっとね、柔らかい粘土の、硬い粘土みたいな、ほんま指で触ったら柔らかいやつなんですけども、それをぐにゅぐにゅって押し込まれてて、るやつなんですよ。ほんま簡易的なやつなんですけども、あれがどうやら全滅してしまったかもしれないですね。もう全部ポロポロって取れてしまったのかもしれないような状態になってるんですよ。でそしてさらになんですけども、もうね、言いたいこと喋りますね。そもそものその歯茎あるでしょ、この全部の歯茎ね。それがね、またね、痩せてきてる気がするんですよ。その、なんていうんですか、僕いつもね、ミキサーで流動食を作って飲んでるんですけども、でも毎食ミキサーじゃないんですよ。柔らかいもんっていうのは普通に食べときたいんで、まあ普通にね、普通には食べるようにはしてるんですよ。まあ先ほども言いましたけども、その左奥歯の穴開いてるところにね、そこの虫歯のところにね、詰まるどころじゃなくて、反対の他の奥歯とかあるじゃないですか。そこは別に虫歯になってないんですけども、その歯と歯の隙間、もう全体的な歯と歯の隙間に、詰まるようになってきたんですよ。まあのお肉はもちろんでしょ、詰まるんですけども、野菜の繊維質とかがね、すごい引っかかってね、歯間ブラシでもなかなか取れないんですよ。これは悩みですよ、本当に。まあね、この前もね、家族で外食に行った時にですね、まあ食べれるもんあんまないんですけども、でもまあそれなりにね、選ぶわけですよ。まあ、子供と行くのでね、びっくりする某ハンバーグ屋さんにも行くわけですよ。
ね、そこでもね、そのソースもトッピングも何もないレギュラーバーグディッシュを頼んで、食べてみたらね、まあ、ハンバーグは歯に詰まるしね、そのハンバーグの種をこねてる時にね、あの塩コショウを入れると思うんですけども、それがね、ちょっと口内炎も痛いし、あの備え付けのサラダ、シャキシャキしてるサラダあるんですけど、それシャキシャキしすぎてて歯に詰まるしね。でそれにかかってるドレッシングっていうのは、まあ、うまいことね、こう避けて避けてしてあの食べるんですけど、あの野菜のこのなんて僕から見えてるところの四角上っ側にうっすらついてるだけで、あのそれもう知らずに食べてしまったら、それで口内炎がめっちゃ痛かったしね。まあ普通に食べれたのはね、お米だけでした。まあこんなね、生活感あふれる配信者おらんですよね、なかなかね。まあまあいいですけども、まあね、あのこんな感じで、あのね、とりあえず今日は前が欠けてしまったというお話と、歯に詰まって大変になったっていうお話でしたね。もう悩みはね、ほんまつきもんですわ。他にの体ですか、内臓とかね、お肌とかは、目とかも今マシなんですけども、全然その副作用っていうんですか、痛いところっていうのは出てないんで、今口の中のね、粘膜だけが悩みで、一応それで進んでるんでいいんですけども、まあね、こんな微妙な悩みを抱えながら、まあ、次の通院までまた頑張ります。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。